ということで、ね、今日の企画ヒットを出してそれを僕が当てますということで、どういうことかと言いますと、ひろき様がね、僕にヒントお題を出します。例えば相方がナルシストでもう一人の方が腕毛な YouTuber と言ったら誰って言ったら、俺が例えばオルタナチャンネルって答えます。それでピボイボー正解感じですね。要するにフィッシュスタルエズがプロフィール検定みたいなもんですね。まあそんな感じです。ってことで全部で10問かそれくらい出してもらいたいと思います。いきますよ。今日のお題は YouTuber でやってください。いきます。せーの、あれスタート。皆さんも考えてみてくださいね。ぜひ。じゃあ第1つ目、グループ、グループ入った。2つ目、男性グループ。男性グループ。男性か。グループ男性ね。3つ目、運動。運動？ 4つ目、よく食う。よく食う。運動よく食う。わかったか？運動よく食う。5つ目、イケメン。イケメン。え？さあ、わかるかな、これで。なになになに？男性、イケメン、よく食う。今のね、メンバーのこういうところ。こういうところ。じゃあ、6つ目。不思議。不思議。イケメン。7つ目。メガネ。ピポッ！はい。スカイピースですね。違います。グループ。それじゃあ、でもグループってことは、フィッシャーズ。え、何？フィッシャーズ。大正解。おっ。そうですね、答えはフィッシャーズさんです。あ、皆さんお分かりですかね。フィッシャーズさんか。その通りです。第2問。1つ目、グループ。グループね、はい。オレンジ。3つ目、面白キャラ。面白キャラ。4つ目、身長高い。身長高い。5つ目、歌とダンスが上手。え？オレンジ？歌とダンスが上手？じゃあ、これかな。はい。東海オンエア。3。大正解です。渡辺誠さん。正解です。おお。さすがです。誠さんです。答えは。ただもう分かりですか？四問。一人。二つ目のヒント。髪色が茶髪。茶髪。三つ目。一年間スーツ。一年間スーツ？分かった。分からないですか？はい。はじめ社長さん。いやもうこれはやっぱり僕の視聴者さんなんで。おお、そうですね。5問目やります。はい。この目2人でやってます。2人、はいはい。1人目は大食い。大食い。2人目バスケ部。4つ目ドッキリが多い。ピボン。はい。水たまりボンドさん。大正解です。2つ目は大食い。大食い。3つ目、筋肉で鍛えてる人。お！お！はい。答え、スカイピースさん。大正解です。そうですね、スカイピースさん。僕大好きな人たちじゃないですか。あなたが出てましたよ。あなたが採用されましたね。どうぞ。髪色がピンク。ピンク。2つ目、妹がいます。お、わかった。どうぞ。
怪盗ピンキーことヨシリンさんとユナちゃん。大正解です。そうですね、ヨシリン。ですね。以上した。第8問目。家がでかい。家がでかい。家が広い。家が広い。2つ目、身長が高い。身長が高い。3つ目、トイレが3つある。わかった。はい、どうぞ。桐崎英二君。大正解です。桐崎英二さんですね。よくわかりますね。いやー、僕いつも見てるのに視聴者さんです。第9問目。まず、2人組。2人組。2つ目、いつもぬいぐるみ置いてある。うん。3つ目、ダンス。ダンス。わかりますか？わかった。はい、どうぞ。パオパオチャンネルさん。アズさん、僕大好きなんですよ。10問目、最後ですよ。最終問題。一人でやってる。一人。二つ目、お金持ち。おお。はい。はい、どうぞ。一人、お金持ち。ヒカルさん。違います。あー、でも。ヒカルさん、前さんもおるから、一人か、あれ、二人か。3つ目のヒントいきますよ。ダレン、テレビがでかい。わかった。はい、どうぞ。ヒカキンさん。大正解。よし、ヒカキンさん。はい。はい、これで終了。はい、ということですね、僕全問答えられました。ということでね、次回の企画はですね、お題を変えて、ヒロキに次はアニメの出題をしてもらいましょう。アニメなら、まあわかるかな、ジャンプ漫画ならいけるけど。いや、ジャンルは何でもいいですので、皆さんは何問答えられましたか？ぜひぜひ。ということで、山口誠也と、以上、ヒロキチャンネルでした。また明日の生放送ですけど、お会いしましょう。バイ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 からの、アリオアリオガンジャンジャ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 真夜中に、真夜中に、ウサギがやってきた。暗いとよくわからない、人にも気づかれない。だから夜はわからない。